ただあれだ、いやもう本当に俺にもう一言も言う資格ないの分かってんのよ。何が？今日のスケジュール。ああ、ね、お前のせいだろ。そうなのよ、俺のせいで今回名古屋行けなくて、こっち東京支社のねヤバトンさんで、しかもこの何俺が、2時半ぐらいに終わんなきゃいけないのよ。これだから今朝の6時ですよ。いやそんなんだよ。いやいや、まあ9時半、でもごめん、もう俺に一言も言う権利はないんだけど、だ9時半にトーク番組はないの。大体ね、お笑いでも待ち熱な受けねえんだよ。受けない、あ、お昼全然受けないからね。全然受けないんだよ。それ朝やれって言ってんだからさ。そうだよ。いやもうごめん、それはもう俺のスケジュールだから申し訳ないんだけど。本当にびっくりしたよ、俺もう電話かかってきて、ぐるるぷ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 る。古い電話使って出ろよ早く。もしもし、あ、今度あの太田上田なんですけど。あ、何？また名古屋でやるのかな？いや、今度はあの上田さんのスケジュールで、あの東京でやることになりました、ヤバトンでやることになりました。そりゃやばいよって。どうよこの何の面白いもない一人芝居は。また食レポ下手だからね俺たち。いや、まあ、俺らもいや大丈夫、それはもう期待されてないから。ほんと、うん、大丈夫大丈夫。うわこれすごいですね。じゃあちょっと一つこの切れ端をいただきたいと思います。そんな言い方あるか。切れ端は。どう？美味しい？柔らかい。勃起する前の。バカバカ。任せるかそんなもん。こんなバカったれ。なあ、何年目だ今。なあ、心から言うけど、お前なんで売れた？すみません。台湾混ぜそばです。台湾混ぜそば、ほう、はい、こちらのオリジナルメニュー。そうです。あ、でも美味しそう。これを混ぜる。はい、もう豪快に卵黄が大体全体に混ざるまでしっかり混ぜていくから。なるほど。これ、あ、でも本当にうまそうだこれ。美味しそうだよこれ。濃厚で。なんかこれまだ一口も食べてないけど、また来ようと思うような感じあるね。これはうまいわ。まだ食べてないけど。うまいに決まってるわこれは。じゃあちょっといただきます。細麺はね、あのスッとすんなりいきますけどね、太麺っていうのは味が絡みます、うん、あ、本当に美味しいわ。ちょっとレポートしてください。まずね、このピリッとまず辛いのが来んのよ、うん、でもね、そん中からね、こうまろやかさとか、うん、なんだろうね、この旨味成分みたいなのがこう全部、なんだろう、もう地中海独り占めみたいな感じだよ。全然わけわかんない。なんで地中海なの。じゃあ早速いただきます。取りすぎ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 な、取りすぎ。そんなことをやるから視聴者の皆さんから苦情が来るんだよなあ。おい、味を伝えなさい。豪快な食べっぷりもいいけども、どう味の方は。うん、まずね、口いっぱいに入ってきます。入れたんだよ、口いっぱいに入れたんだよ自分で。でも飲み込むのがもうほんと大変、うん、入れたからだよ。全部自分が入れたからだよ。今日はね、世界の山ちゃん、山ちゃんね、これも名古屋名物だね。まあもう有名だよね、うん。1981年創業、名古屋名物手羽先の、まあ、大人気店。食べる、これがね、だから食べ方がな、これこれを一回こうやって、こう分かるんだっけ、うん、あ、違う違う、どうやったっけ、これを こうやって、うん、こうやって、ああ、こう。わそんな雑な食べ方あるか。あ、でも美味しいわ今日も、うん、美味しい、うん、これビール飲みたくなるね、うん、飲まねえじゃんか酒。何の肉なんだろう、手羽先だよ。それも知らねえのか。これもうやめらんなくなっちゃう、これ。そうなんだ、本当に次々追加するもんね。そう、清原の気持ちが分かる。ああ、分かっちゃダメなんだよこれを。分かっちゃダメだし、スタッフもわっはっはって笑ってる場合じゃない。